ミラクル、はい、今日も雑学教えて。了解。七福神のお話するね。毘沙門天のお話だよ。毘沙門天は様々な神様のチームに所属していて、七福神の他に四天王、十二天の一人でもあるんだって。戦いの神様として知られていて、相手を圧倒する迫力ある表情が特徴だよ。あとね、昔京都に鬼が出た時に、毘沙門天のお告げによって鬼の目に豆を投げたら鬼を退治できたっていう話から、今でも節分の日に豆まきをする文化が残っているんだって。毘沙門天のこと分かったかな？またいろいろお話ししようね。はい、また教えてね。オッケー。バイバイ。バイバイ。また遊び